管理職ユニオン関西の中村です。今日は、まあ、私初めてなんですけども、風花という読み方するらしいんですけど、未来さんやからフィーチャーですね、ということでが、連日じゃないか、時々活躍されてる大石あきこさんが国会でなんか犬発言をしたと、まあ、いうことで話題になっているようです。で、まあ、大石さんは我々の組合事務所にも、まあ、ちょこっと来られたことが過去にあります。で、まあ、国会の方で、ね、こういう国会の場所でいろいろ意見をこうゲット圧縮してね、いろいろ言っていただくっていう意味合いでは、まあ、非常にいい、そういう意味の活躍されてるというふうに思います。で、私は労働組合やってますから、まあ、本当の意味で言えばね、まあ、今参議院選挙が近づいてますけども、まあ、それで今野党と言われるところが増えてほしい、勝ってほしいというふうには思いますけども、その意味では大石さんも頑張っておられると思うんですけど、本当の意味で言えばですね、まあ、労働組合が本当にこう世間で、あまりね活躍してないし、まあ、多く働いてる人のね、多くを引き寄せたり、まあ、ほんまに労働組合というのは役に立つ楽しいもんやと、まあ、いうふうに思っていただいて、こう引き寄せられてない、まあ、そういう結果として、まあ、もう選挙に行っても変わらんわとかいうような人が多いと思うんです、まあ、危険がね、まあ、そういう意味で言えばやっぱり運動が盛り上がらないと、で本当に労働組合なり、まあ、いろんな中小企業の個人事業主で困った人もいっぱいいますからね、そういう意味で言えば一緒になって今の自公政権、まあ、それね、後で付録でついていくような維新とかいろいろ国民民主まで批判してありましたけど、まあ、そういう勢力ではないところにやっぱりこう耳を傾けてね、そういうところが主張されることに、でそれがいろんな形の運動になる、大衆的な広い意味の運動にならないとやっぱしダメじゃないかなというふうに思います。その意味でまあ、なんか鬼言うたり犬っていうふうに言ったらしいんですけど、まあそれは言葉遣い悪いとか言ったんですけど、まあさっきの自民党も公明党もまあもっと悪い言葉いっぱい言ってますからね、この程度ぐらいはいちいちケチつけん方がいいん違うかなというふうに思います。その意味でまあせっかく衆議院の議員になられたんですから、その持ち場でですね、まあ当然いろんな運動にも参加されていると思いますので、まあ国会の場でもう短時間しか多分小さい政党は時間が与えられてない、まあ、そういう勢力が大きくなければ発言の機会もないしというようなのが、まあ、国会の代議員的なね、間接民主主義の形式とってるだけですから、本当の意味でやっぱり直接運動を広げる、まあ、私たちは労働運動っていうのはほんまに弱くなりすぎてダメなんですけども、いろんなところでね困った人を助けるというだけではなくて、力を持って、政策を変えるとか問題提起をするとか、まあ、そういうもんとしてねやっていきたいと、その象徴的なまあことを言っておられるんですから、そんなことにいちいちケチつけんなよと、まあ、いうふうような、まあ、私の感想印象ですかね、そういうことを表明だけしておきたいと思います。どうもありがとうございます。